丈夫ですか。この辺で見てていいよ。あ、うるさいかな。大丈夫かな。大丈夫かな。将来的に鼓膜がちょっと心配だけど。では皆様にご挨拶を差し上げたいと思います。皆様本日はようこそ東京ディズニーランドへ。私たちはウェルカムフラワーバンドでございます。そして私はバンドマスターのサンフラワーと申します。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、それではバンドメンバー諸君、準備はいいかな。リリー、ガーベラ、オッケーよ、マーガレット、素晴らしい。それでは始めてまいりましょう。ミュージックスタート。365日花が溢れる魔法の国なのさ。ララ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 ラ、どこでも見守っていくよ。それでは覚えていきましょう。ファンタジーランドに、アドベンチャーランドに、エメリア、ウェスタンランドに、サボテン、リサーカミトリにベコニア、トゥモローランドにサクラテンタンにビオラ。私たちはウェルカムフラワーバンドでございます。あっという間に素晴らしいお花たちを音楽に乗せてご紹介します。さて皆さん、ここ東京ディズニーランドでは一年中たくさんのお花がさまざまなところで咲いているんですよ。そこで私たちが楽しい花と音楽に乗せてマークに咲く素晴らしいお花たちを皆様にご紹介いたします。さあ、それでは早速マークの花咲く一年間を一緒に巡っていきましょう。まず最初は心弾むきらめく春。花が咲きます。デイジーの日の光を浴びて花が咲くんですよ。暖かい春にぴったりですね。そしてもう一つ、シンデレラ城の周りで咲くのもチューリップ。チューリップはまさに愛の花なんです。ピンクは愛の芽生え、赤は恋の花、色によって素敵な花言葉があるんですよ。皆さん、ぜひ大切な人にチューリップ送ってみてくださいね。さあ、お次は太陽が輝くアドベンチャーランドに咲くのは、アイビー近く、毎年元気に新しい花を咲かせます。さあ、次はウィンターカントリーのシゴニーやユニークな花びらが愛らしい花ですね。さらに夏には、マークのあちらこちらに美しいバラの花が溢れております。キャストルカルテルのそばに咲くバラは、ウィンターカントリーって呼ばれているんですよ。まさに名前に近いの愛らしい花です。ロマンチックな冬です。寒くてもパークのあちらこちらには美しい花が咲いていることを皆様ご存知でしょうか。冬の代表的な花といえば、モローランドに咲くシクラメンでございます。月がちに花をつけることから、カニカミなんていう花言葉もあるんですよ。とっても可愛らしいですよね。ピンクや赤、白など様々に冬のパークを彩り、私たちを楽しませてくれています。さあ、今パークを巡る花の旅、いかがだったでしょうか。さあ、皆様、このようにたくさんのお花を感じている感想をぜひとも楽しんでみてくださいね。では、今日は一緒に、今から作ったブーケを皆さんに見せていきたいと思います。どうもありがとうございます。さあ、今度は今パークに咲いている4種類のお花のダンスをみんなで踊っていきたいと思います。手拍子を
としたらお花のポーズ、ポーズは4種類。では早速覚えていきましょう。まずはトゥモローランドに咲くシクラメン、綺麗な花を咲かせてください。ファンタジーランドのセラリウムは大きく手を開きます。シンデレラ城のビオラは可愛く咲いて、最後はトゥーンタウンのファンジー、元気よく咲きましょう。まず手拍子からいきますよ。はい、まずシクラメンです。花を咲かせて左右に揺れましょう。右から行きますよ。はい、皆さん笑顔でね。わー、素敵な花だわ。はい、頭に戻ります。はい、よし、はい、パパさあ、今パークに咲いている4種類のお花を皆様にご紹介いたしました。ぜひとも探してみてくださいね。さあ、それでは皆様が今日一日東京ディズニーランドを楽しめるように、私たちが歌でお見送りしたいと思います。